元気出していこう。てチャンネル。元気出していこう。てチャンネル。元気出していこう。てっちゃんこと荒川哲夫です。川島みぶです。元気出していこうてっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学の学長で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、そしてさらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。はい、今日も最後までお付き合いください。この番組は合同会社ウェルネスオープンリビングラボの提供でお送りします。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、お酒と上手に付き合って大阪を元気にでいきます。はい、毎週テーマを決めてそのテーマに沿った話題をお届けしています。今回はアルコールの功罪についてです。やはりね、いつもとは違った年末ですけれども、やっぱりおうち飲みとか、ズーム飲みとか、気をつけながらも忘年会とか、お酒はやっぱり多くなりますよね、そこではやっぱり美味しくお酒を飲んで気持ちよく飲むためにアルコールの役割というのを正しく理解しようということです、まあ言われてみれば、アルコールって飲むと体にどんな風に吸収されるのかとか、そんな話は分からず飲んでいますよね。普通はそうですよね。てっちゃん先生はもうお酒のプロですから。いやいやいやお酒大好きですから。いつも消毒してます。消毒してますから。もうそもそもですけど、アルコールというもの、ね、どのように体に吸収されているんでしょうか。いや、そんなん考えたことないな。てっちゃん先生でもないんですか。体で言うと、体で言うとね、食べ物と同じですよね。胃腸で吸収される。ほとんど小腸で吸収される、はい、アルコールも全て、はい、でそれはどこへ行くんですか。吸収されて、それから血液の中に入っていくんですよ、はい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 、別にアルコールに関わらないですよ、栄養も全部そうなんですけど、その消化管という管があって、そこから門脈という血液の中に入っていって、それで肝臓に届くんですね。で、肝臓でほとんどのものが作り変えられる、そういう分では普通の食材と消化のされ方は変わらないということなんですよね。でもやっぱり昔から酒は百薬の長という、そうですね、いい言葉があるんですけれども、はい、そうそうそう、いいこともあるんです。いいこともあるんですよ。で、逆に、百薬の長とも言いますが、命を削る神奈とも言いますみたいなね、落語のセリフであったような気がするんですけど。そうなんですか、だから功罪ということですよね。功罪、いいところはどういうところですか。いいところはね、体の活力が良くなるんですよね。血管も広がるし、心臓にも力が入る。血管にアルコールが入ると血管って広がってくる、だから血圧にはいいんですよ。で、飲みすぎたら心臓の動悸が激しくなって、心臓が働きすぎるために血圧が上がってしまうわけだもんね。加減が大事。加減が大事ですよ。日本酒で直すと、日本酒1合ぐらい飲んでる人は、何も飲まない人に比べてね、かえって健康で長生きするんですよ。ところが3合以上飲む人は健康な寿命がね、短くなってくるっていう、1合ぐらいが、1合ぐらい。それでね、止まる人はなかなかいないと思います、それもてっちゃん先生が身をもって体感してらっしゃる。でもやっぱりもう少量のお酒、少量のお酒はお薬やと思って、っていうこと。百薬の長ですから。そうです、そうです。なるほどなるほど、さあこっからですね、アルコールの罪の方ですが、やはりね、大量に飲酒、あれ大学生なんかでもね、アルコール中毒、急性アルコール中毒ね、これも死にますからね、ほっといたら、そうですよね、やっぱり最初のお酒飲み始めぐらいの時に、わけも分からず飲んでしまって、周りも対処できずにそのまま亡くなってしまうような、毎年ニュースになりますよね。そうですね、その忘年会とかの時はね、外は寒いですからね、そうすると急性アルコール中毒にならなくても、やっぱ酔っ払ってね、
寝てしまったりすると、うんうん、寒さでね、はい、起きればいいけどもそのまま寝てたらね命にね関わるようなことにもなるし、そうですよね、はい、酔っ払って寝てて気がついたらこんなとこおったって笑い話じゃなくてそうそう、やっぱりこの笑い話になってたらいいけど ね寒い時期はもう特に気をつけないといけない、はい、ということですし、うん、またあの芸能界のニュースでもあのアルコール依存症になられてね、なかなか治療が進まないっていうニュースもいろいろありますよね。 あれ病院に通っても、うんなかなか治療が難しいもんなんですか。ああいうのは仲間がいるんですよね、やっぱり一緒に辞めるっていう男子会とかね、はい、そういう会を作って、うん、なかなか辞められない人たちが集まって、うん、でそこでいろんな話をすることによって、うん、辞めた人の話とかからね、うんまあ、勇気をもらってやるとか、うんまあ、そういうのを治療法としてねありますし、うん、サントリーのね、うん、あの鳥居慎吾さんと割と親しくしてもらってるんですけどね、はい、いろいろ話してるとお酒作ってるじゃないですか、はい、だからちゃんとその依存症に対する対策っていうかね、うん、そういうこともきちんとして、うん、あのやってるんですよ。あ、そうなんですか。はいはい、だからねそういうのすごいなと思うんですけどね。お酒売るだけじゃなく なくて依存症になった時のケアも、そうなんですよ、そうそう、うん、そういうことを考えるとね、ギャンブルも一緒じゃないですか、はい、ギャンブルも依存症、カジノとかでねあの、はい、散々騒がれてるけども、はい、もともと公営ギャンブルってね国がやってるギャンブルがあるじゃないですか、うんうん、ありますね。それに対してねギャンブル依存症の対策を国はもっときちっとやらなあかんと思う。それをやった上で、うん、ギャンブル公営ギャンブルはやりますよっていうことやったらいいんだけどね、そのやっぱりその考え直してほしい、社会としてそこのケアも大事っていうことですよね。そう考えるともアルコール依存症っていうものも本人の、うん、そういうなんか意志の強さとか弱さとかじゃなくて、そうそう、もう病気なん、病気なんです。だから社会がそれをね、うん、あのちゃんと支える仕組みを作らないと、うんはい、まあ、国社会がねそういう、まあ、お酒を売る限りはそうですよね。そうそう、だからそれをね、うん、やっぱりお酒を売る企業としては、うん、ちゃんと考えておられるのがね、うんまあ、立派やなと思います。なるほどね、お酒の強い弱いとか、そういう話もあるじゃないですか、はいはいはい、これまずあの顔が赤くなっちゃう、はいはい、てちゃん先生よ赤くなる方、僕はあのそうそう最初ね飲み始めたら赤くなって、はいはい、それで飲み続けてると、はい、あの黄色に戻って、はい、であの感情払う時には青くなる信号みたいなこれは遺伝あそう酵素ですね、アルコールを分解する酵素は誰でも持てんねんけども、はい、分解したものアセトアルデヒドっていうものができるんですけど、はい、アセトアルデヒド、はい、でこれが悪さをするんですよ。でこれを分解する酵素が足りない人が多いんですよ、はい、酵素が足りないんですか、だからアセトアルデヒドが長く血液中にね、うん、残ってしまって、でそれがあのいろいろ、うん、あの悪さをするっていうことになるんですね、うん、そこはちゃんと自覚しないとダメですね。赤いから強いとか、うん、顔に出ないから強い、うん、弱いとか、うん、それはあんま関係ない、うんうん、関係、まあ、ないことはないねんけどね、うん、やっぱ赤くなる人があの酒にお酒に強くなってしまうと食道がんになりやすくなったりとかね、うん、それてっちゃん先生自分のこと喋ってるんですかそうそうそう、そうてっちゃん先生赤くなる、うん、お酒に強い、ちょっと食道がんを召されましたよ、そうです、もう感知され、もう典型的なパターン、はい、そうか、じゃあ赤くなる人はもう本当にほどほどにしとかないと、うん、そうですそうです。で普通はね赤くなる人は頭痛くなってね飲めないんですよ。はい、私頭痛くなって飲めない人です。でとかすぐ眠くなって、はい、飲めないんですけどね。眠くなります、はい、だからそれで飲める人が一番危ない。それで頑張ってよく鍛えるとか言うじゃないですか強くなってる。いやそれは確かにあるんですよ。あの飲み続けてると、はい、その酵素が誘導されてきてね、あの酵素増えてくるから、そうなんですか、うん、それで、まあ、分解しやすくなってくるので強くなってくるんですけどね。はははは、はい、じゃあそうなると、うん、ちょっとあのてっちゃん先輩みたいに、はい、ちょっと再過食動画になってしまうということがあるので、はい、これはもう先輩からしても、はい、ほどほどに、ほどほどに、あとこれはやるんじゃないですかね、あのマラソンの後にいっぱい飲まれる方とかあれがまた美味しい、ね、スポーツの後にいっぱい、そうそうそう、ゴルフの後にいっぱい、はいはいはい、お酒の作用っていうのはね、あの利尿作用って言って、はい、ビール飲んだらおしっこ行きたくなるじゃないですか。なりますね、あれ水飲んでもねそんな行きたくならない。そう不思議です、うん、同じ液体なのに。そうだからあれビールは利尿作用って言って、うん、あの心臓も強く動くようになるから、はい、あのおしっこはできやすくなる。
心臓が動いて、うん、もうおしっこも作り出す。そう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 。だから結局脱水になりやすいんですよね、うん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 、お酒飲んでた。ビールで水分補給してるつもりでも、うん、脱水になってるんですよ実は。夏の暑い時に、はい、まあ、例えばゴルフするとか、はい、そういう時にビールで、あ、美味しいから飲むじゃないですか。でも皆さんもお茶我慢してビール飲むでしょ途中だからお茶は我慢しないんで、しないでお茶で水分補給して、はい、ビールで気持ちよくなる。あ、そこ大事ですね、うん、美味しいビールのためにお茶は我慢しない、うん、しないしない。水分は水分、はい、ビールはビール。そうです、ビールで水分補給できませんから。できないという、うん、ことをしっかり覚えていただきたいということですよね、はいはい、あのどうでしょう、てっちゃん先生、うん、てっちゃん先輩からして、うんうん、どのように今お酒と付き合ってらっしゃいますか。私ですか。今日はもう尋問みたいになってますよねだんだん声小さくなってくる、はい、医学博士のてっちゃん先生はどのようにお酒に付き合ってらっしゃるんでしょうか、ね、うん、やっぱりね、はい、食べ物と一緒にお酒、うん、飲むっていうね、はい、それでまたこれはまた美味しい、あの合う料理ってあるじゃないですか、はい、例えば赤ワインだったら、うん、あの肉とかフォアグラとかね、はい、で日本酒だったらお刺身とか、はい、食べ物と一緒にお酒を飲んでもらうのがいい、うん、いいんでね、うん、僕だからお酒好きなんでね、自分をごまかす術を最近覚えて。何ですか。あのノンアルコールビールあるじゃないですか、はいはい、であれでね、もう最近出来がすごく良くなってるんですよ。そうするとね、脳が騙されるのノンアルコール分かってんのに飲んでるとね、なんかね体がホカホカしてきて、はい、うん、まあ、あのシワシワ感で気持ちよくなりますよね。なるなるなる、うん、お風呂上がりとかもね、うん、それでね、なんか眠たくなってくるね、うん、あれも不思議じゃあ、うん、いろんな今ノンアルコールビール、うんうん、ノンアルコールの、うんうん、あの、うんうん、カクテルなんかも売られてますから、うん、これ試してみるのもいいかもしれませんね。そうなんですよ。だから2缶今飲んでいってからね、はい、今は本物1缶と、はい、ノンアルコールビール1缶、1缶これでだいぶ2缶にして、これはいいアドバイスをいただきました。いいものいっぱい出ておりますからね、うん、そんな風に皆さん工夫なさってください、はいはい、今日は耳の痛い話がいっぱいだったかもしれませんが、はい、ではてっちゃん先生、今日の一言をお願いします。もう耳に鎮痛だ自分です自分に言ってください、はい、あ、じゃあ川柳でいい。川柳、はい、はい、ストレスを酒で発散、うん、それ避けて。あ、うまい勝負ができました。ありがとうございました。来週もお楽しみに。元気出していこうてっちゃんねる。さあ、番組では皆さんからのお便りを募集しています。健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいことなどどんどんお寄せください。メッセージをご紹介させていただいた方にはてっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本をプレゼントいたします。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2でてつアットマーク OBC1314.co.jp、 ファックスは 06-6577-0301、おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらでお待ちしています。また番組のホームページから過去の放送全部聞くことができますので、よかったらアクセスしてみてください。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島あみるでした。それではいよいよお年を。この番組は合同会社ウェルネスオープンリビングラボの提供でお送りしました。